愛知工業大学名電中学校、高等学校は愛知県名古屋市畜作若水三丁目にある学校法人名古屋電気学園が経営する私立中学校、高等学校。一般的には愛工大名電または名電と略されている。校訓は誠実、勤勉、全校す男女教学。名電の名は全身の名古屋電気学校就所にちなむ。 2018年度より、愛知工業大学附属中学校を愛知工業大学名電中学校に改称した。運動部文化部運動系数多くの優勝実績を誇る全国屈指の卓球競合校文化系卓球部、名古屋電気学園の初代理事長の後藤には、ピンポン外交で知られ、卓球部の生徒を自宅に泊まらせて、合宿を行い競合校に育てた。 野球部野球部は1955年に創部された。甲子園全国大会では、春優勝1回、春準優勝1回を誇る強豪校である。甲子園出場回数は、春9回、夏13回、春夏合計22回。野球部が利用する愛好大名電グラウンドは、後藤厚式念球場と名付けられており、 合宿所や室内練習場が併設されている。野球部に所属する生徒は入学から3年の夏まで合宿所で生活する。野球部の合宿所も卓球部の合宿がルーツになっている。選抜高等学校野球大会では2004年の第76回選抜高等学校野球大会で準優勝。2005年の第77回選抜高等学校野球大会で優勝した。 全国高等学校野球選手権大会での最高成績は1981年の第63回全国高等学校野球選手権大会でのベスト4となっている野球部一同ありがとうございます。